キース4対5オリオールズ、9日、ニューヨーク、米大リーグ、ヤンキースの田中将大投手、25、がオリオールズ戦で本拠地デビュー。7回7安打3失点、10奪三振で勝敗はつかなかった。楽天時代から続くレギュラーシーズンの連勝記録は、29、のまま。野軍では1915年のアレン・ラッセル以来、99年ぶりにメジャーデビューから2試合連続で8奪三振以上を記録した。161億円ウォンのヤンキースタジアムは不見山。7回西から出るモンヤング外野手、28、を空振り三振に仕留めると、田中は右手でグラブを力強く叩いた。自分に向けての歓声は悪い気はしないです。特に最後のイニングでも応援されていたので力になりました。田中のデビュー戦を楽しみにしていたニューヨーカーは、総立ちで念頭を叩えた。序盤はスライダーの制球が定まらず、本拠地初被弾を喫した。2回西1、3塁。昨年9月にメジャーデビューしたばかりのジョナサン・スクープ内野手、22、に、高めに抜けたスライダーを左翼ポール際に運ばれた。伏兵の一発に田中は、ランナーを貯めてのホームランは悔やまれます、と下を向いた。3回にはメジャーは初四球。それでもそこから三振の山を築き、2桁の10奪三振。デビューから2試合連続で8奪三振以上は球団では1915年のアレン・ラッセル以来、約1世紀ぶりの偉業だ。メジャー特有の中4日の登板も影響なく、先発投手の役割を果たした。登場曲に選んだのは、桃色クローバー Z の新曲、My Dear Fellow。本拠地初登板に合わせて送られた曲で、作っていただきました、と大喜び。緊張の本拠地デビューを前に、パワーをもらった。粘りが自分の一番の持ち味だと思っているので、粘って投げることができました。チームは敗戦を喫したものの、田中の信頼度は揺るがない。次回は中5日で15日、日本時間16日、のカブス戦ニューヨーク、の予定。地元初白星で、レギュラーシーズン30連勝を成し遂げる。